て Fly away 体中に広がるパノラマ駆け抜られた地球が起こって火山を爆発させる頭の中で手合わせでもしねえとなまっちゃうかな今のオラがどんだけやれるか相手してもらうぜピッコロWhat?
この星もあと少しで攻め落とせそうだな。ラディッツ、貴様がしくじらなければもっと早く終わったはずだ。すまん。だから貴様は弱虫ラディッツと言われるんだ。次の星ではもっとうまくやる。またしくじった時は覚悟しておくんだな。そうだ、思い出した。確か俺の弟カカロットが別の星に送られていたはずだ。貴様の弟だと？まだ俺たち以外にサイヤ人がいたのか。なあ、そいつを仲間に加えればもっとうまくやれる。貴様の弟ならそれほど期待できそうにないが、どこの星だ？そう、確か地球って星だ。しかしその地球を制圧したという報告もない。何をしているカカロット。嵐の予感、強襲サイヤ人。さん、お父さん。お父さん、そろそろ家へ帰らない？マリーナゴは超強いやつ。あ、ピッコロっちゅう。ピッコロ。ずっと目はピッコロ大魔王っちゅう。生まれ変わったピッコロはオラもっと強くなって、あいつとまた本僕戦うなんて。おめえも修行。でもお母さん、いけねえ。そういや食い物の材料集めてこい。確かお魚。そうだったな。じゃこの辺に。うん、僕さ張り切ってな。切りすぎて転ぶんじゃねえぞ。ボアのやつどこまで探しに行ったかな。そんなに遠くまでは行ってねえはずだが。いや、お父さん、ここだよ。お、リンゴの木見つけたみてえだな。どこまで探しに行ったかな。そんなに遠くまでは行ってねえはずだが。もう一つくれ。僕に任せて。楽しそうだな、ごはん。おいおい、あんまり遠くに行くなよ。見つけんのうめえな。はっ、よし、こんなもんかな。リンゴはこれくらいでいいだろ。よく見つけてくれた。うん、そうか、疲れちまったか。うん、まずは釣り場に行かねえとな。うん、でもあまり早く歩かないでね。わかった、ちゃんとついてくんだぞ、ごはん。
のやつどこ行っちまったんだ。ご飯と一緒に行かねえとな。どうした、ご飯。僕、疲れちゃった。なんだ、しょうがねえな。わーい、言ったわーい、高い高い。もう元気になったんか。さては父ちゃんを騙したな甘えやがって、しょうがねえな。おめえは大きくなったら何になりてんだ。僕、偉い学者さんになりたい。おめえ変わってんな。勉強を教えんのは無理だけど、修行がしたくなったら父ちゃんがバッチリ来ててやっかんな。僕、戦うのやっぱり怖いよ。そういや、おめえ釣りは初めてだったな。うん、そうだよ。よし、ここなら釣れ。でも、どうやって釣りするの？へへ、普通は釣り竿。尻尾です。うん、尻尾で水の中で泳ぐ魚の動きや。ま、プルマっちゅうやつにそのこと言ったら。そう。じゃ、早速釣りやってみっか。じゃ、オラがガキンチョの頃やってたやり方教えてやっかな。この辺に釣れそうな場所があったはずだぞ。お魚釣れるかな。よし。そんなもんで。やったね、お父さん。ああ、食い物の材料集めたら。僕もちょっと。あそこの焚き火で魚焼くか。お魚焼いて食べようよ。さて、魚焼くかな。たくさん食わねえと。今日は楽しかったな。ご飯も手伝ってくれたしな。楽しい。
おめえも来てたら強くなれっぞ。そんなの無理だよ。そういえばお父さんが釣りをしてた時にこんなの拾っ、サンキュうち帰る？よし、うん、じゃ、行くぞ。金丹よーい。よっちゃ、しっかり捕まってんだぞ。うん、うん。ガキの頃からずーっと乗ってんだ。いい子にしてねえと均等には乗れねえんだが、ご飯は大丈夫みたいだな。うん、大丈夫。ちーっとばっかし遅くなっちまったかな。お母さん怒ってなきゃいいけど。脅かすなよ、ご飯。帰ったぞ、父。ただいま、お母さん。遅いぞ、悟空さん。食材集めにどんだけ時間かけてるだ。どんだけって。今日は無天道様のところにご飯。あれ、そうだ、そうだっただ。わりわり。もういいだ。ほら、弁当作る準備しねえと。朝のお弁当、楽しみだな。それじゃあ、取ってきてもらった材料で弁当作るだよ。修行した時の石だな。あん時は確かクリリンが、お父さん、無天老師様っちゅう、おら、そうなんだ。楽しみだね、お父さん。よし、準備。ほれ、弁当だ。サンキュー、父。父の作ったもん食ったら。
それじゃ父、じっちゃんのとこ行ってくる。悟空さ、ちょっと待つだ。ごはんちゃんに渡すもんがあるのを忘れちまっただか。ああ、あれだな。わあ、綺麗な玉。こいつは通信中っていうドラゴンボールでな、死んだオラのじいちゃんの形見だ。ごはんちゅうおめえの名前もそのじいちゃんからもらったもんだぞ。そうなんだ。よく似合ってるだ、ごはんちゃん。それをかぶってりゃじいちゃんもおめえを守ってくれっから、大事にすんだぞ、ごはん。うん、ありがとう、お父さん、お母さん。じゃ、今度こそ行ってくっか。悟空さ、ごはんちゃんをよろしく頼むだ。ごはんちゃん、いい子にしてるだぞ。うん、お母さん、行ってきます。晩ご飯までには絶対帰るだぞ。この世には7つ集めればどんな願いも叶うと言われる秘宝があった。ある者は莫大な富を、またある者は王の座を願い、思うがまま手に入れたという。その究極なる秘宝の名はドラゴンボール。これはドラゴンボールとそれをめぐり世代を渡って繰り広げられる孫悟空と仲間たちの摩訶不思議な冒険である。ねえお父さん、無天老師様ってどの人？見た目はヨボヨボのじっちゃんだけど、めっちゃくちゃ強いんだ。へえ。まあちょっとエッチなんが玉に傷だけど、オラの一番の親友でライバルのクリリンもいるぞ。クリリンさんもお父さんみたいに強いの？うん、オラの知ってるやつの中ではかなり強い方だと思う。あとはブルマっちゅう女が来てるはずだ。ブルマがドラゴンボールを探しにオラのとこに来てから一緒に旅することになったんだ。旅に出てなきゃじっちゃんたちに会うこともなかったかもな。そうなんだ。もうすぐ摩天楼師様の家だぞ。オラの子だ。悟空の子。そうだよ。変か。こんにちは。はい。孫悟飯ちゅんだ。孫悟飯。そうか。死んだじいさんの名前をつけたのか。ああ、いい名前。みんなに挨拶しに行かないとな。悟空、お前。それがさ。そっか、実は俺もこのやつを倒して平和になった。おい、お主たち。いえ、僕たち何も。ほん、てっきり最近は何も特別な修行をせずとも日々が修行じゃ。よく動き、よく学び、よく遊び。返す言葉もございます。よし、お主らには日々が修行を達成したらわしのところに。分かったよ、じっちゃん。はい、無天老師様。うん、さてと。
おう、おい、うん、おう、おす、なんじゃ、ぐぬぬぬ、しょうがねえな。おう、どう？はっはっは。うん。役に立てたみてえだな。今は用事を済まさねえとな。なあ、よし、それじゃ行ってみっ。なあ、よっ、は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 っ
の力は持ってると思うんだけどさ、父のやつ、オラがご飯を着てってやろうとすると怒んだ。今は用事を済まさねえとな。なあ、かなりの力は持ってると思うんだけどさ、父のやつ、オラがご飯を着てってやろうな。かなりの力は持ってると思うんだけどさ、父のやつ、オラがご飯を着てってやろうとすると怒んだ。あ、お父さん、あれなんだろう。まあ、なんだろうな。隕石じゃねえぞ。やはりこの星の奴らは生きていたか。カカロットの奴め。いや、何者だおめえ。戦闘力たったの5か。ゴミめ。動くんじゃねえ。うわ。なんという脆い民族だ。大きなパワーを持ったやつがいる。距離4880。カカロットか。なんだ今の。とてつもないパワーを感じる。何者か知らん。行ってみるか。孫悟空とも違う。少し探ってみるか。人間の村か。はっ、いや、一体どこに。
これまでに感じたことがない圧倒的なパワーだ。いやあ、これは凄まじい木の塊だ。おお、なんというパワーだ。岩がまるで橋のようだな。なんだこのパワーは。ち、何者だ貴様。お前などに用はない。カカロットと思ってきてみればこいつの。では何しに行こう。うん、だが所詮俺。貴様、少しは楽しませてくれるのか。なんだこいつのパワーは。その程度か。今度は俺の番かな。ん？もう一つ大きな今度こそかかる。一体奴は何者、どこへ向かうつもりだ。成長したな。父親にそっくりだ。カカロット、
この今まで何を。おめえ何もかも忘れてしまう。貴様はこの星の人、生まれは惑星ベジータ、誇り高き善、そしてこの俺は。でたらめだ、でたらめ言うな。貴様はこの星に住む邪魔な人間どもを絶滅させるために送り込まれたのだ。我々サイヤ人は環境の良い異星人たちに高く売るの。この星のようにレベルの低いところには幸いなことに。もしそれが、おい、ここには月があっから。とぼけるな。月が深淵を描くときこそが。はあ、何のことかさっぱりだ。おい、クリリンの言う通りだよ。ほら、ここで育った孫悟空だ。ところ惑星ベジータが巨大隕石の衝突で爆発してしまったのだ。残ったサイヤ人はついこの前非常に、そこを攻めたいのだが、三人では苦戦。そこで思い出した。お前が三人に加わってくれればな。目を覚ませ、カカロット。楽しい。はか言ってろ。な、後ろの尻尾が生えたガキはお前の子だろ。これ以上近寄ってみろ。ご飯は絶対渡さねえ。なんなんだこいつは。おめえなんか兄ちゃんでもなんでもねえ。おめえだぜカカロット、サイヤ人の誇りよ。ジャンプ！ところで貴様、尻尾はどうした？そう、死にたく。今度の星を攻め落としたら、次のターゲットはこの星だ。この星の奴らなど我々サイヤ人3人にかかればたったの1ヶ月で絶滅してくる。その程度の力じゃ息子は守れんぞ。何？子供を預かっておく。生きて返してほしければ兄の命令を聞くんだな。子供を返せ。逆らおうなどと考えても無駄だぞ。帽子のてっぺんの飾り、ドラゴンボールだったわね。よし、行くぞ。一か八かだ。お前一人では無理だ。ピッコロ、貴様でもこの俺でもまともに太刀打ちできる相手ではない。だが俺と貴様が組めば倒せる可能性が少しはある。確かに。しかしおめえが手を組むなんてどういう風の吹き回しだ。勘違いするんじゃない。地球の平和も貴様の息子も俺にはどうでもいい。俺が世界征服するには奴が邪魔なだけだ。奴と仲間とやらを片付けたら、貴様をぶち倒して今度こそ世界をこの手にいただくつもりだ。そうはさせねえ。けんど二人が組むっちゅうとこまではいい歓迎だ。その方法しかねえみてえだな。そういうことだ。
よし。ね。サンキュー。おい。史上最強コンビ、囚われのご飯を救え。鉄の橋が見えるぞ。あいつの弱点は多分尻尾だ。尻尾を強く握れば力が抜けてしまうはずだ。オーラがそうだった。どうやって尻尾をつかむかだな。よっ。なんか嫌がんな。すぐに片付けて。木が見せてくるのがわかんな。でっけえ風車だな。風車が回ってんな。いいぞ。そろそろ下に降りて近づこう。無駄だ。やつは妙な機械で俺たちの位置や強さが分かるらしいぜ。俺たちが近づいているのには気づいているはずだ。そうか、真正面からやるしか道はねえわけだ。ワクワクすっぞ。よっ
ち直してきたらどうだ。おりゃなんか嫌がんな。さっさと片付けちまうか。おっす。え？方がいいんかな。嫌がんな。さっさと片付けちまうか。さて、いっちゃやってみっか。ありがとう。サンキュー。ありがとう。
さようなら。こんにちは。こんにちは。こんにちは。それでは。おう。え？おう？あ！あの。あ！ありがとう。いいえ。よし。頼みます。こんにちは。いらっしゃい。毎度。よう。どう。お。よし。よし。こいつは。さて、いいですよ。あ、ヒヒヒ。ありがとうございます。
どうです？なんと。ありがとう。あ、じゃあな。では。警戒信号、戦闘力なのに、あのガキだ。反応がもう一つ、一つ、二つしやがった。貴様ら。決まってんだろ。オラの息子はどこだ。ギャーギャーうるさいからそこに閉じ込め。それより、まさに身の程知らずとはこのことだ。わ。するのはやめろ。ただの足手まといになれそう。二人がかりでこれじゃまるで話にならんな。せっかくの忠告を聞かずに歯向かうような愚か者には死あるのみだ。貴様らが死ぬ前にいいことを教えておいてやろうか。俺の他に生き残った二人のサイヤ人はさらに戦闘力が上なんだぞ。な、孫悟空、貴様、新しいとっておきの技なんかないのか。へへ、すまねえな、はっきり言ってねえよ。ち、俺は真面目に修行して新開発したってのによ。本当か。どう作戦を立てようが無駄だ。さっさとくたばってしまった方が楽だぞ。だがこの技は気を貯めるのにやたら時間がかかる。貴様、その間奴と一人で戦って動きを止めろ。
わかった、食い止めてみっか。せいぜい踏ん張ってくれよ。魔漢光殺法！ふん、しつこいやつめ。貴様だけだと、どっちが先に片付けられたいかの相談をしていたのか。されるつもりはねえさ。おお！よっ！お遊びはこれまでだ。こいつら力を自在に操りやがる。油断したな。ボ
つかんだぞ。貴様、いつの間に。でかしたぞ孫悟空、しっかり尻尾をつかまえておけ。もうやめた。おとなしくこの星から引き上げてやる。騙されるなよ孫悟空。目任せを言ってるだけだ。頼む、信じてくれ弟よ。お願いだカカロット、信じてくれ。貴様のような間抜けは珍しいぞ。まんまと引っかかるとはな。俺は弟であろうが殺すことに何のためらいも持たん。出るや。そら、もっと苦しみ、死は近いぞ。次は貴様の番だぞ。これでは避けられる。この俺がこんな奴らに やられる。まさかカカロカメ、孫悟空はすぐに生き返る。何？この星にはドラゴンボールといういいものがある。そいつに頼めばどんな望みだろう。くそったり。だが、はるかをこの俺がやられたこと、その負債。一年、さらに今度こそ、なるほど、そういうことだ。悟空ってばお前らしくないぞ。しっかりしろ。死ぬっちゅうな。まあな、でも安心しろ。おったぞ。そうか、神の矢。しかし神様だったら。貴様らはドラゴンボールを探せ。神の矢とて命をよみがえる。だがその孫悟空の何？嘘だろ。このご飯とかいうガキは訓練次第で強力な戦力になる。1年後にやってくるという2人のサイヤ人。そのためにはこの俺が孫悟空がよみがえったら楽しみに待っていると伝えておくんだ。その頃、
地球よりはるか彼方の宇宙のある星で。ラディッツめ、死におった。情けないやつだ、まったく。しかし面白いことを言っていたな、ドラゴンボールとか。どんな願いでも叶うらしいぞ。よし、行こう。ラディッツを生き返らせるんだな。冗談言うな、あんな役に立たんやつはもういらん。俺たちがこのまま年老いもせず永遠の命をってのはどうだ。永久的に戦闘を楽しめるぞ。なるほど、そりゃいいぜ。二人はドラゴンボールを使い永遠の命を手に入れるため地球へ向けて飛び立つのであった。というわけで修行させたく生身のまま伺どうか。閻魔大王様、こやつを海王様の。あん、なるほど。天国へ行ける、わざわざ危険を冒してまで100万キロもある蛇の道を通り海王様に。はい、よかろう。そんなに行きたければ、ただこの1億年でわし一人しか通っておらぬほど。結構厳しいんだな。分かった。ところでさ、オラのちょっと前にラディッツ。ああ、確かに来たぞ。あいつは地獄行きじゃ。暴れなかったか。暴れた。暴れおったが、この強えんだ。おめえ、あのな、わしは閻魔大王、分かっておるのか。要するにすんげえ強えってことだろ。全然分かっておらんな。だが頭だってよ。事務処理。よし、このすわしの仕事を理解できるよ。おら、やっぱりなし。そんな態度では。わかった。最初から素直にしておれば。いい、それでは始めるぞ。全部正解だ。いらん、ここまで暴れるやつはそうはおらん。よし、それで正解。わしの方がなあ、地球の。はい、その通りでございます。よし、それで。その通り。お前の兄がそう。では次のも。やるの。正解。一度やったわしの。まったく。なあ、地球の。それはその、申し訳。まあいいわい。残念だが不正解。え？今五問目だぞ。何？ひーふーあら。ちょっと。わしの過ちを見ぬ。それが真の五問。さすがにちょっと。聞こえたぞ、地球の神。お前が死んだら。お許しください。さすが地獄耳。なんちゃって。お前、ギャグな。まあ、海王様のところに行くこと。サンキュー、エマノちゃん。お前、やっぱりわしをそん。そんなことねえよ。まあ、ええわ。さっさと海王様のところ。ではな。あ、よくわかんねえけど、その海王様。いい加減に目を覚ませ、孫悟空の息子よ。
いいか、俺の話をよく聞け。まずお前の父は死んだ。少しは覚えているだろう。あの男を倒すために犠牲になったのだ。お父さんが悟空のやつは仲間がドラゴンボールを集めてきっと生き返らせるはずだ。しかし問題はそんなことではない。ラディッツは何とか始末をしたが、1年後に奴よりもっと恐ろしい仲間が2人やってくるらしい。そうなったら孫悟空が生き返ったところで俺と奴だけではまるで勝ち目はない。お前の力が必要だ。修行で戦術を身につけ、共にこの地球を守れ。切り札はご飯。サバイバル特訓開始。そんな僕なんか全然戦えないよ。ガタガタ抜かすな。この俺が戦い方を叩き込んで最強の戦士にしてやる。分かったな。修行って何をすればいいの？たった一人ここで無事に生き延びてみろ。6ヶ月経ってお前が無事に生き延びていたら戦い方を教えてやる。じゃあな。あのガキめ、早速くたばっていないだろうな。これでくたばるようだったらそれだけのガキだったということだ。
余っていたことを抜かすようなら叩き直してやるぞ。雑魚がいるようだな。面倒をかけさせやがる。木の塊だ。おお、なんというパワーだ。弱いままでは死ぬということを分からせている。力が出ないな。雑魚がいるようだな。雑魚がいるようだな。雑魚がいるようだな。すぐに片付けてやる。ほっちょっちょっとっちゃっほっちょっちょっその程度だったか。雑魚がいるようだな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 。というパワーだ。これは凄まじい木の塊だ。
妙なのが嫌がる。今のあいつには荷が重いか、始末するしかないようだ。ザコが手間を取らせやがって。どれだけ嫌がる。さて、あの泣き虫のクソ、追い詰められて少しはマシになった。だがサイヤ人どもと戦うには戦力がまるで足りん。一度きりだ。 この辺りにありそうな食い物はリンゴくらいか。こんなことをしている場合ではない。目的地から離れすぎる。この辺りか。一つでは足りんか。この辺りはもう探したか。これだけあれば十分だ。Thank you.
世話やかせやがって。こんなことをしている場合ではない。目的地から離れすぎる。サイヤ人が来る前に地球は壊滅だ。月が深淵を描く時こそが我々サイヤ人の本領を発揮できる時ではないか。そうか、満月だ。まさか変身するとはな、サイヤ人の力。変身するには満月と尻尾が必要らしいな。尻尾も取ってしまうか。服と剣ぐらいはサービスしてやるか。俺は自分の修行をせねばならん。もう行くぞ。貴様が6ヶ月の間ここで無事生き延びることができたなら、このピッコロ様直々に地獄の特訓をしてやろう。死んだ方がマシだったと思えるほどのな。覚悟しておけ。ついてきたな。木の実ばかりじゃお腹いっぱいにならない。お肉食べたいな。何？でもお肉なんてどうすればいいんだろう。お魚だったら釣りすればいいけど。いや、
これは。いや。お母さんの肉まん食べたいな。ラッキー。お腹ペコペコだよ。恐竜さんがいたら嫌だな。やっぱり戻ろう。こっちは違うよね。いや。見るほど若い子ってことは、僕孫悟飯。ほんではヤンジロベ、悟空のやつとは腐れみてなもんだないや。はピッコロに目つけられるとはおみゃんやな。俺もうブルマから孫くんの息子がさらわれて大変なのよ、なんてガメガメ言われてまってよ。でも迷ってまってな、全然お宮が見つからもう帰ろうかと思ってた。ここじゃ飯にも、まあこの肉は俺の昼飯だから俺が狩りを教えてやるでよ。あ、助けるって。そりゃそうだ、お宮を連れ返したりしたら。とにかくそういうわけ、狩りのコツはちゃんと、狩りのコツは、そんじゃ早速実践。ミアには言う通り狩りをして、鹿は果物のなってる木の近く。ヤジロベエさん、鹿をうまく捕まえたいなら後ろから近づけって言ってたな。よし、うまいこと捕まえられとるかに。力が湧いてくる。鹿に見つかったら逃げられちゃうぞ。鹿に見つからないように後ろから近づかないと。おめえなら一人でも生きていける。帰っちゃうの？これでもよ。今神様んとこです。あんまり長いこと抜け出してさらさら一度戻る。そうだったんだ。そんじゃ元気でな。すごい人だ。食べるものは早く帰りたい。
なんだ、サイヤ人どもはまだ来ていないというのに強いパワーを。確かめてみるか。孫の奴が生き返ったわけではあるまい。まだドラゴンボールが使われた様子はないからな。どこのどいつかわからん。敵であれば倒すだけだ。おい。うわ、ピッコロ。貴様、なかなかの力を。ああ、神様のところで。そうだ。ちょっと修行。その様子ではやる前から仕方ないだろ。俺は一度魔族に殺されてるんだから。ふん、情けないよ。だったらその少年ごと叩きかかってこい。くそ、俺だって。そうか、貴様とは一度手合わせしたことがあったんだ。そうだ、昔天下一武道会でな。どれほど成長できたか確かめてやる。よし。どうした、その程度か。また雑魚と呼ばれたのか。俺を見くびるなよ。動か。なるほど、技、動き、そしてタフさはなかなかだ。俺だってこれからも修行を続けてるんだ。やっぱり強い。貴様の力は大体分かった。少しは。貴様の修行は間違っ。俺だってやれる。二度と死にたくなければ。そうすれば確か。くさあ、見てろ、俺だって悟空と同じ、絶対もっと。おお、なんというパワーだ。はあ。俺の感じたパワーの文字。そういえば今は共闘してる。そうだ、よく考えたらちょっと修行の成果を試さ。何、死にたいのか貴様。神様の。そう、卒業試験に自分より強い。あが、今の俺ならあんただ。いつまでも悟空に先を越されて修行の成果を見せて。死んでも知らんぞ。貴様は俺を知っているようだ。当たり前だ。お前が悟空と戦った天下一武道会に俺だって出ていたんだからな。なかなかやるじゃないか、ピッコロ。知らんが、生きがる余裕はあるようだ。そうだ、思い出したぞ。貴様、人間の姿を借りた神に負けた男だ。それを言うな。そうきだ。自分の力不足を思い知るまい。くそ。ほっ。
ここまでか。力の差を思い知ったようだな。おかしいな。バカめ、貴様が修行して俺様が遊んでいるとでも思っ、少々強くなった程度で。言われてみりゃ、そりゃ、命があるあたり一から修行をやり直すんだ。いや、見てろよ、俺だって。これは凄まじい木の塊だ。ちくしょう。ほせ。年輪を感じさせる巨大さだな。ピッコロか。ふん、俺が感じたパワーの源は貴様か。俺の接近にも気づいていたと見える。随分な物言いだな。俺は貴様を信用したわけじゃない。だったらそれが今でもいいだろう。ほう、貴様に俺が倒せるの。俺は神様の下で修行そういう、そしてその仕上げとして強者と戦い修行。貴様が相手ならちょうど俺の力を見せてやる。面白い。退屈し、相手をしてやろう。貴様は天下一武道会で孫と戦っていたな。そうだ。だがあの時の俺では孫の本気を引き出すことすらできなかった。どうした、俺の本気を引き出してみろ。ザッ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 。多少はやるようだ。その程度か。あだだ。どこか。ちゃっちゃっちゃっ。マシャンコーサッポー。あ。ほっ。ほっちいちや。と。うっせや。ちゃほっちいちや。うっせや。ちゃと。ちゃっち。ほっ。うっさ。まだ俺には足りないものがある。これくらいにしておくか。思ったよりやるな。玉よけくらいにはなりそうだ。せいぜい修行に励むことだな。この野郎、調子に乗っていられるのも必ず貴様を倒してやるから。やってみろ。そろそろあのガキの様子を見に行く。いい加減甘さが抜けて。おお、なんというパワーだ。
おい、どけ。おい。な、何？いいだろう。おい。あったり見たぎゃ。早く行かねばな。ちゃ、それ以上にくたばっているかもしれんな。よし、の貴様、ザコがいるようだな。おい。あや、おい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 。あは。貴様。どけ。いいだろう。あったり見たぎゃ。俺は自分を高めるのみだ。おい。やっ。の。ああ、貴様。あわわわ。おい。ちょっと来てよ。
やれやれ。はあ。いや。雑魚がいるようだな。あそこか。なんとかくたばってなかったようだな。一方その頃、孫悟空は海王様に会うべく蛇の道をひたすら走り続けていたが、ついに目的の地にたどり着いたのであった。調子じゃ海王様っちゅうのに会う目に一年過ぎちまうぞ。はあ、尻尾だ。やった、ついたぞ。あれ、なんもねえ。ん、なんか丸いんが上に浮かんでっぞ。あそこに海王様がいんだ。やったー、やっぱりだ、うちがある。ここに海王様がいんのか。あ、おめは、海王じゃ。え、お前緊張して聞いていなかったな。しょうがないやつだ。違う車両サービスして。マシマシ。あれ、誰も電話に電話。プッププッ、最高。な、お前何しにここに来た。ほら、海王様に修行してもらう。とっとと帰れ。シャレのわからんやつに修行などしてやるもんか。そりゃねえよ。頼むよ海王様。そこまで言うならテストしてやろう。
このギャグの天才であるこの海王さん。オラがシャレオか。かいよかいよ。そりゃ今わしが言ったやつじゃろ。やり直し。トンが吹っ飛んだ。笑った。海王様が笑ったぞ。くそ。お前ただもんじゃないな。教えてやるぞ、最高のギャグを。ギャグはいいからさ、武術を教えてくれよ。なんだ武術か、それを最初に言わんかい。どれ、今の力を見せてみろ。お前がどれほどのやつか見てやろう。よし、わかった。ここまでのやつとは。いいだろう、修行をしてやろう。こいつなら極められるかもしれん。海王拳を、そしてあの必殺技を。僕の師匠。へえ、今日はどうしようかな。やっぱりこの辺で恐竜の狩りかな。あいつら暴れん坊だから気をつけなくちゃ。リンゴ一つ自分で取れずに泣いていたガキが。僕をここに置いていったおじさん。俺はピッコロだ、覚えておけ。ピッコロ。お父さんが昔戦ったことがある。少しは父親から俺のことを聞いていたか。ならば俺の確か昔はピッコロ大魔王って。では本格的にしごいてやるとするか。よし、そうだ。木のコントロールができはじ浮かれていられるのも今のうちだ。準備ができたら俺のところへ来るんだ。念のため言っておく。
なんとか飛べるようになれたけど、ピッコロさんと手合わせか。ちょっと怖いな。さん、もっと優しければいいのに。このままじゃ死んじゃうよ、僕。まずい。どうしよう。修行した方がいいかな。よし、怖いけどやるしかない。逃げずに来たな。はい。見るのではない、感じるんだ。どうしたらいいか考えろ。そして動け。この半年で泣き虫だけはなんとか治ったようだな。
昔お父さんと戦ったんでしょ。まだ戦いは終わっていない。サイヤ人を倒したら次は貴様の父の番だ。でもお父さん言ってたよ、生まれ変わったピッコロさんは前みたいにむちゃくちゃ悪い人じゃないみたいだって。ち、僕もちょっとそう思う。お母さんやおじいちゃんは怖がってたけどね。くだらんことを言ってないでさっさと寝てしまえ。明日はこんな優しい仕置きじゃないぞ。超スピードを見事捉え、元気玉を使いこなしてみろ。ん？そりゃ！やっ！おお、あっさりと。まあ見事だ孫悟空。苦労したもん。何度もくどく言うようだが、元気玉は全てのものからあらゆるエネルギーをほんの少しずつ分けてもらい、それを集合して放つ技。下手をすれば守るべき自分の星ですら破壊してしまいかねん、とんでもないパワーがある。どうしようもなくなった時にのみ一発だけ使うことを許す。思った通りのすごいやつじゃ。こいつなら修行を耐えきれるかもしれん。休んでる暇はないぞ。食事と睡眠以外はこの俺との戦いだ。でも甘ったれるな。死にたくなければもっと強くなるしかない。分かってる。くだらんことを言う暇があるなら。わば。ひとまず飯だ。続きはそ、寝る時以外、それに僕なんかが、そうだ、どうせならこのまま、よし、ちょっと食べ物を探してこよう。ピッコロさんの方が断然強いよ。あんなに修行しても僕ボロボロになっちゃうし、僕なんか邪魔なだけだよね。力が湧いてくる。元気かな。こんなところに家、誰かいるのかな。急がないとピッコロさんにバレちゃう。僕でもなんとか勝てそう。
もしかして悟空さんの息子さん、僕さんは、そりゃもう、僕はプーアル、悟空さんから聞い、全然知らないよ。あの悟空さんですもんね。でもヤムチャ様の話は聞いてるでしょ。別に聞いて、当然聞いてますよね。どうして、そうだった、いけない、ヤムチャ様にご馳走を作ろうと思ってたんです。そんなわけで僕は食材集めにも、僕もお腹空いて、母さんに何を作ってもらおうかな。やめろ。出会うかもしれん。ありがとう。それにしてもとが、そう気づいてなかった。まるで天下一武道会にお父さんみたいに。さすがは悟空さんの息子さん。僕なんか敵も多いはず。でも逃げる。今ヤムチャ様は厳しい修行をしています。それにヤムチャ様は言うんです、お前が期待してくれるから頑張れるんだ。みんな頑張ってるんだ。いけない、そろそろ戻らないと。助けてくれてありがとうございました。ピッコロさんは怖いけど、もうちょっとだけ。僕もお父さんやピッコロさんみたいに強くなって、お母さん。僕が強くなれたのはピッコロさんのおかげだね。もっとしっかり修行すれば今より強くなれるかな。よし、やろう。でもなんとか勝てそう。ピッコロさん、
全力で来い。え？この俺を倒すつもりでな。どうした、俺や孫悟空のように強くなりたいんじゃないのか。はい。どうした、それでサイヤ人と戦えると思っているのか。行きます、カルさん。死にたいのか。はい。じゃあ。ようやく形にはなってきたか、クソガキ。いや、ご飯。ありがとう、ピッコロさん。道着がボロボロになるくらい時間かかっちゃったけど。では、俺が新しい道着をくれてやろう。何か文句でもあるのか。うん、ありがとうピッコロさん。さて、いよいよ決戦の日が近づいてきたぞ。サイヤ人たちは明日地球に降り立つ。あ、しまった。何？どうしたんだ？お前が蛇の道を通って帰る時間を計算に入れていなかった。わしの背中に手をつけて地球の仲間にドラゴンボールで生き返らせてくれるように伝えろ。わかった。イデオ、シェンロ。頭の上の輪が消えたぞ。生き返ったのじゃ。急いで行け。はい、いろいろありがとう、カヨ様。そして、決戦の時は近づいた。激しき死闘、絶望を呼ぶ二人のサイヤ人。地球って言ったな。まあまあの星じゃないか。ピーピーうるさいひよこたち、挨拶してやろうかな。ヘイ。
とりあえず戦闘力の一番高いやつを探すんだ。そいつがラディッツを殺したやつだ。あるいはカカロットの息子かもしれん。ん、見つけたぞ。よーし、ナッパ、遊びに行ってやろうぜ。あ、ものすごい気が近づいてきてる。ピッカロさんに知らせなきゃ。サイヤ人が。ピッコロさん、来る。やつらはここに来るつもりだ。やあ、久しぶりだな、ピッコロ。亀仙人様のところにいた人。ああ、クリリンだ。お前ずいぶんたくましくなったな。悟空のガキの頃みたいだぜ。おしゃべりはそこまでだ。来たぞ。なるほど、お待ちかねだったようだな。そういうことだ。あ、あいつナメック星人だぜ。ナメック星人？わかったぞ。ナメック星人は並外れた戦闘力と不思議な弾を作り出せる力があるらしい。ドラゴンボールとかいうやつを作ったのは貴様だろう。ドラゴンボールのことまで知ってるのか。そのドラゴンボールが一番の目的だ。俺たちによこすんだな。いくらナメック星人だってよ、一匹やそこらじゃ俺たちにはハエみてえなもんだぜ。ドラゴンボールを作ったのはこの俺様じゃない。俺は戦いの方が専門なんだ。あれみたいなもんかどうか試してみやがれ。そうだ、ちょっとこいつらのお手並みを拝見させてもらおうか。へへへ、お遊びが好きだな、ベジータも。こいつら結構できそうだぜ。デジアン、チャオズも。よう、遅くなったな。ヤムチャさん。ヤムチャさん、プーアルさんが言ってたヤムチャさん。ああ、お前が悟空の息子っていう。なるほど、確かに似ているな。おやおや、そっちもたくさんお出ましだな。ふん、一気に型をつけてやる。ご飯、お前も修行の成果を見せてやれ。はい。だったら俺も行くぜ。俺だって厳しい修行をしてきたんだ。痛めつけてやれ、栽培マン。任せろ。
どうやら少しは楽しませてくれそうだな。さあ、次はドイツだ。俺にやらせてくれ。ここらでお遊びはいい加減にしろってとこを見せてやりたい。今度は鼻から飛ばしていくんだ。ギェー、お前たちが思っているほどこの化け物たちは強くなかったようだな。残りも俺一人で片付けてやるぜ。なっ、ヤムチャさん、なんてやつだ。自爆しようと。そろそろお遊びは終わるとするか。いよいよ本番ってわけだ。次はドイツだ。さて、ドイツから片付けてやるか。さて、ここからが本番だ。一瞬で片付けてやるぜ。何をする気だ、ザオス。さよなら、テンさん。どうか死ねないで。やめろ、ザオス。ザオス。くだらねえことしやがって。ジャオス、仇は撃ってやるぞ。そして俺も行く。お前だけに寂しい思いはさせんぞ。
脅かしやがって。無念。ひでえ悪夢だよ。悟空早く来てくれ。悟空？お前たちが言う悟空というのはカカロットのことだな。そうだ。だからなんだ。なるほど。やはり無線で聞いた通り、ドラゴンボールで生き返ったらしいな。ラディッツにさえ歯が立たなかったあいつが来たところで何の役に立つというのだ。この前とは違うはずだ。いや、絶対に違う。もっともっとずっと強くなってるさ。貴様ら、孫悟空をなめるなよ。その割にはちっともやってこねえじゃねえか。来るよ。お父さんはきっと来るよ。面白い。奴が来るまで待っててやる。ただし3時間だけだ。それ以上は待ってやらん。3時間待ってたって何の意味もねえじゃねえかよ。バカバカしい。俺は今遊ぶぞ。ナッパ、俺の言うことが聞けんのか。すまねえ。つい調子に乗っちまって。今のあのでかいやつの怯え方、あのチビはさらにもっととんでもない強さだというのか。ちくしょう、頼む悟空、来てくれ。あいつらよりももっともっと強くなったところを見せてくれ。お父さん。なんだガキ、もう俺たちとやろうっての。どうした、もうカカロットを待たなくてもいいのか。奴らはどっちにしても人類を全滅。お父さん。ピッコロ、お前はいざとなったらどういうことだ。だってお前が死んだら神様も死んじゃうだろ。余計な心配をする暇があるなら。ああ、ピッコロさん。残り時間はもうないぞ。Yeah.
残り時間はもうないぞ。時間だ。無駄だったようだな。さて、じっくりと炒め。なんだ、この木は。とんでもない木が遠くから近づいてくる。本当だ。すごいけど、懐かしい木。奴しかいない、孫悟空だ。カカロットか。どれ？ベジータ、こいつらの言ってるのは。カカロットかどうかは知らんが、戦闘力。バカな。ナッパ、そいつらを殺せ。カカロットとて。ドラゴンボールだ。構わん。俺に考えがある。そのナメック星人の故郷、ナメック星に行けば、カカロットがもし本当に生き返ったとなれば、あの伝説。死んじゃったら神様てめえだ。食い止めるだと、この俺を笑わせやがって。このお父さんは神様、こいつがやるんだ。ご飯がやるなら俺だって。どうせお前らは皆殺しだ。やっま死ねえだろ。すげえことやってくれるじゃねえか。腕がちょいとしびれちゃった。お前がサイヤ人の血を引いているんだ。少しはこの俺を楽しませてくれ。少し遊ばせろ。
てろ。死ね。よし、着いたぞ。悟空、神様、急ぐぞ、捕まれ。頼む。あの小僧、本当にかい。さあ、行ってくる。修行はバッチリだ。頼んだぞ。かけた大激戦、悟空対ベジータ。敵が集まって、あっちだ。でけえ気が2つ、小さい気が1つ、数が合わねえ。誰か死んじまったんか。近いぞ。なんか嫌がんな。さっさと片付けちまうか。情けない話だぜ。ピッコロ大魔王様ともあろうものが、ガキをかばっちまうなんて最低だ。貴様ら親子のせいだぞ。甘さが移っちまった。だがご飯、俺と、まともに喋ってくれたのはお前だけだった。貴様といた数ヶ月、悪くなかったぜ。死ぬなよ、ご飯。
いよいよ寿命が終わるようだ。だがピッコロは最後の最後で神の私を超えた。嬉しいぞ。神様。チェ、殺す順番が変わっちまったが、どっちにしても同じことだ。ぐしゃぐしゃに潰れた息子を見た時のカカロットの顔が楽しみだぜ。潰してやるぜ。てめえなんかこのナッポ様にかなうわけがない。待ってたわりは大したことねえな。なんだと、エモエリート戦士だ。サポーの下級戦士ダメなわけたまるか。やっ、はい、ずいぶんマシになったじゃねえか。一応叩けなくしてやって。そうか、期待してるぜ。今の一発はチャオズの恨みだ。あっ、よっ。まだこいつは天使マンの恨みだ。それの恨み。もういい、降りてこいナッパー。俺が片付けてやる。命令だから貴様はベジータに任せる。だが俺様もこのままじゃ気が済まん。しまった、海王剣。もう戦えねえはずだ。そいつを連れてとっとと地球から消えろ。ベジータ、助けてくれ。何ぞ、ベジータ。動けないサイヤ人など必要ない。やつだ、自分の仲間まで。二人とも今すぐカメハウスに帰って。あいつの強さは思ってた以上みてえなんだ。はい、そうだ悟空、どうせなら場所を変えて戦って。みんなの死体までむちゃくちゃになっちまったら生き返った時悪いからな。生き返った時ってピッコロが死んで神様も死ん。ドラゴンボールはもう永久になく。残念だけど、みんなは二度と。クリリンさん、
なんだ、詳しいことは後で話す。もし悟空が勝てたらか。そうだな悟空よ、いつもお前一人に。絶対死ぬなよ。ああ、ご飯当然。はい、場所を変えるぜ。好きにしろ、同じことだ。できるだけ誰もいねえ場所に行かねえと。さあ、言っておくが、逃げても無駄だぞ。どうやってみんなを生き返らせるつもりなんだ、クリリン。なんか嫌がんな。さっさと片付けちまうか。よし、この辺りなら人も動物もいねえだろう。サイヤ人は生まれてすぐ戦士の素質を検査される。その時の数値が低いと貴様のように弱い星へ送り込まれるのだ。要するに貴様は落ちこぼれだ。落ちこぼれだって必死に努力すりゃエリートを超えることがあるかもよ。面白い冗談だ。では努力だけではどうやっても超えられぬ壁を見せてやろう。喜ぶがいい。貴様のような下級戦士が超エリートに遊んでもらえるんだから。直ったか。ありゃ。
そして生きているすべてのみんな。
このオラにほんのちょっとずつだけ元気分けてくれ。疲れてるだろうが、カメハウスまで一気に行くぞ。はい。止まれ、ご飯。何ですか、あれ。わからないが、凄まじい気だ。僕、戻ります。お父さんのところへ。わかるんです。お父さんが危ないって。わかった。総力戦の戦士たち、最強ベジータを倒せ。あの妙な光の玉は一体なんだ。でも、なんとか勝てそう。なんだ、ものすごい気が上がってる。お父さんの気がまた上がったんじゃないですね。急げ、もうすぐだ。この嫌な感じは奴の気だ。クリーンさん、あれ、降りろ。ご飯、下に降りて隠れる。おい、やじろべ。あん化け物、誰だと思う。知ってる。だが、やつの尻尾を切れば元に戻る。ご飯とやじろべは前に回ってやつの気を引いてくれ。隙を見て俺が後ろから尻尾を切ってやる。はい。冗談じゃないわ。やつの気を、やつは元に戻ったって。ん？何か嫌がるな。どこだ？こっちだ。お父さんを離せ。こいつは驚いた。カカロットのガキじゃないか。よし。天山。じゃあ。そんな。尻尾のことを知っていたらしいが、残念だったな。
いガキめ、いい加減くたばりやがれ。お前を倒す。クリリン、頼む。来て、く、行く。悟空、大丈夫か？今のうちにクリリンに渡す。お、ほらが地球中から集めた元気玉を。な、何？お、オラの手を握ってくれ。こうか。そいつを手のひらを上に向けて集中させてくれ。玉ができる。うわ！出た！これが。元気玉だ。やったな。クリリン、そいつをやつにぶつけてくれ。わかった。やってみる。任せてくれ。くそ。あんなに動かれちゃ俺の腕じゃ当てられない。元気玉は目で見て当てるのではない。悪の気を感じ取って放つのだ。誰だ。孫悟空に元気玉を伝授した海王だ。その元気玉は地球中の願いを集めた玉だということを知れ。悪の気を感じ取って放つ。感じろ。奴の悪の気を感じるんだ。随分ひどい目に遭わせてくれたな。今のは俺も死ぬかと思ったぜ。いい加減にしてくたばっちまえ。Thank you.
この俺がまさか引き返すことになるとは。逃がしてたまるか。見逃したりしたら体力を回復させて必ずまたやってくるぞ。分かってる。こいつは俺たちの仲間を殺し世界中のみんなを殺そうとしたやつだぜ。ピッコロみたいに心を入れ替えるかもしれないなんて考えてるなら大間違いだぞ。間違ってるな、わかるが、頼む。オラのたった一度だけのわがままだ。もう一度やつと戦うチャンスをくれ。分かったよ。お前にはわがままを言う資格があるさ。今の地球があるのも悟空のおかげだ。だけどいいな悟空、今度の時はぶっちぎりのパワーでやっつけちまえよ。はあ、よく覚えておけよゴミども。今度は貴様らに奇跡はないぞ。せいぜい楽しんで おくんだな。さん、ヤムチャさんも俺たち以外はみんな やられて。ピッコロも死んじまった。だから神様もドラゴンボールはもうなくなっちまったんだ。じゃあヤムチャはもう二度と。ブルマさん泣かないで。もしかするとサイヤ人に殺されたみんなを生き返らせることができるかもしれない。え？サイヤ人たちはピッコロの顔を見てナメック星人だって言ったんだ。そのナメック星人の故郷ナメック星に行けばもっと強力なドラゴンボールがあるはずだって。だからもしもそのナメック星ってとこに行くことができたらドラゴンボールが手に入るかもしれない。オス、オラ悟空、ベジータとの戦いでピッコロたちが死んじまった。ドラゴンボールも消えちまってもう誰も生きけれねえ。神様の故郷ナメック星にもドラゴンボールがあるって話だが、そんなところどうやって行きゃいいんだ。次回ドラゴンボール Z 悪の帝王フリーザ、目覚めろ伝説のスーパーサイヤ人。ずっと遊んでくれよな。